はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。ということで早速最新の B リーグ情報から参りましょう。まずはこの話題です。ジャパネットホールディングス、長崎にプロクラブを立ち上げ B3 参入への申請をしました。2021年2022シーズンからの参入を目指すということで、すでにサッカーで結果を残しているジャパネットホールディングスの B リーグ界参入はかなり B リーグ界を盛り上げることになるのではないでしょうか。すでにアリーナ構想についてもあるようで、B リーグに昇格する準備は万全といったところでしょうか。 B3 は東京サンレーブスが大会することになっていたので、もっと明るい話題が増えてほしいところです。そして熊本ボルターズが外国人ポイントガードであるマーベル・ハリス選手を獲得しました。外国籍ポイントガードは北海道を獲得して話題になりましたが、北海道も熊本も帰化選手をインサイドに据えることでインサイドの不安をなくし、外国籍ポイントガードの獲得に至ったのだと考えられます。ただ熊本も北海道もポイントガードはある程度数が揃っているので、コンボガード的起用になると思われます。そして島根にも新加入の選手です。ペリン・ビュフォード選手が加入しました。ビフォード選手は198センチのフォワードで、4年間で4つ以上のチームを渡り歩くジャニーマンです。少し性格面で難があるかもしれないので不安ではあります。ということで今回は島根スサノオマジックについて語っていきたいと思います。島根の状態を振り返って、新加入の選手について、どうチームとして機能していくのかについて話していきたいと思います。それではまず島根の昨シーズンまでを振り返っていきましょう。 B リーグ初年度から B2、B1、B2、B1 と降格と昇格を繰り返してきたのが島根スサノオマジックというチームで、なぜか B2 では圧倒的強さを発揮できるのに、 B1 に来るとその反対に11勝49敗、11勝30敗となかなか結果が残せないということが続いています。昨シーズンに至ってはヘッドコーチだった鈴木ヘッドコーチのところでいろいろといざこざがあって、そもそもチームケミストリーがとか言ってる場合じゃなかったこともあって、バスケだけにフォーカスするのも難しい状況だったことは否めませんでした。株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジックとなって、通称バンナンマネーが入ってきて、特にこのオフシーズンどっかの愛知県のチームみたいに暴れると予想されていたんですが、結果を残していた外国籍選手は3人とも解任してしまい、主力の一人だった相馬選手やチームをまとめ頼れるベテラン選手として活躍していた佐藤選手、期待度の高かった能見選手などが流出するなど、やっぱり選手はお金だけでは動かないということが大きく表れている例ではないでしょうか。実際ヘッドコーチがまだ決まっていないので再登板もあるかもしれません。次に新加入選手について話していきましょう。新加入の選手の中でひときわ注目なのが渋谷からやってきた杉浦優生選手です。渋谷はチームの方針として選手のローテーションをきっちりとすることでディフェンスの強度とオフェンスのスピードを保つスタイルなので、一人の選手が大活躍するということは結構難しくて、どちらかというと一人一人が役割をきっちりとこなすことが求められるので、3人制のバスケの日本代表候補であり、能力抜群の杉浦選手が島根でどこまで自分のプレーを追求して活躍できるか、かなり楽しみなポイントです。他の新加入の選手としては秋田から白浜選手、そして大阪から小坂選手が加入しています。白浜選手は少しスタッツが落ちてきていたので、この移籍で新規1点復活してほしいというところで、小坂選手は2シーズンぶりの島根ということで、チームへの慣れみたいなところが大阪よりもあると思うので、昨シーズンよりも活躍が期待できると思います。今の島根のロスターだとインサイドのファウルがかさみそうな雰囲気なので、特に小坂選手は重要になってくると思います。ということで最後に島根がどういったチームになるのか考えていきましょう。杉浦選手がスモールフォワードに入ることで、3番ポジションはサイズ、レベルともに申し分なく戦います。そして昨シーズンからいるガード陣は粒揃いで、キャプテンの山下選手、滋賀県出身の北川選手、阿部選手などそこまで不安要素は感じられません。ただどう考えてもインサイドのサイズ不足が否めないです。確かにリーグ全体を見渡してもセブンフッターと呼ばれる2メーター13センチほどを超える選手はあまりいないですし、身長が高い選手が活躍ということも少ないです。ただ琉球のクーリー選手や三河のガードナー選手など、全体的にサイズが大きい選手を止める手段がないのはかなり気になります。どうしてもそういった選手を1対1で止める手段がないとファールがかさんでしまい、その結果インサイドの戦いでオフェンス面、ディフェンス面の両面で不利になってしまいます。そして今言った2選手は同地区の西地区の選手であることも考慮すると、やはりある程度の対策は必要な気がします。そして一番気になるのが単純にロスターに意図が感じられないというところです。新潟や滋賀のようにコロナの影響でビッグネームが取れないから今年は育成に回るというわけでもなければ、がっつり補強して来シーズン優勝だというロスターでもなく、このロスターをポンと渡されるヘッドコーチが少し気の毒な気がします。
というわけで今回はなんとなく先行きが不安な島根スサノオマジックについて話してきました。島根ブースターの皆さん怒らないでください。はい、医者もながらバスケットボールチャンネル、普段は B リーグについての解説、日本バスケ界についての動画などを上げております。今回の動画が参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。